どうも皆さん、こんにちは、銀次でございます。本日は2023年春に絶対に買うべきアイテムを7点初級編で皆さんにご紹介したいと思います。というのもですね、冬が確実に終わり、暖かくなってきた春に購入して着るだけでたくさんの方におしゃれに思われる間違いないアイテムが7点2023年春にあるんですね。で、そうした中でですね、こちら、そしてこちらとですね、僕自身もすでに様々な春コーデに挑戦してきていて、かつ3つのブランドをディレクションしていて、プロの視点で様々な業界や様々なブランドを見て、そして今までの傾向から考えて、ファッション初心者の方でもこの7点揃えればマジで間違いないよという最強のメンズファッションアイテムをご紹介したいと思います。で、何もですね、ファッション初心者の方だけではなく、今回ご紹介するアイテムはめちゃくちゃおしゃれな方も当然のようにコーディネートのベースとして買ってるアイテムなども含まれていますので、ぜひですね、春に向けて今回の動画吸収していただけたらというふうに思います。この動画で初めて僕のことを知ってくださった方に簡単にプロフィールをご紹介するとこんな感じでございます。少しでも気になりましたらチャンネル登録していただけると幸いでございます。では早速いってみよう。サブタイム、はい、ということで本日は2023年の早くも春のメンズファッション最強の7点を皆さんにご紹介したいと思います。いつもご覧いただいている方、本当にありがとうございます。2023年もぶっ放していくぜ、ウィーヨー。ということで、もうすでに2023年の春夏がどのようなシーズンになっていくのかっていうところはトレンド解説動画アップしますので、ぜひまだそちらの動画ご覧になっていない方はご覧ください。ということで、2023年春に絶対に買うべきアイテム初級編、一つ目がミリタリーワークのデザインが反映されたブルゾンでございます。はい、ご覧いただいている方の中には、ミリタリーって何、ワークって何、そのデザインが反映された意味わからないと思っている方いらっしゃると思うんですが、簡単に言うとですね、少しカジュアル感のあるアウターでございます。というのもですね、トレンド解説動画でもお伝えしたんですが、僕らのね、今最新のかっこいいという価値観ってどんどん時代とともにアップデートされていく中で、海外コレコレクションからどんどん日本のファッション業界にかっこいいという価値観、かわいいという価値観、おしゃれという価値観が浸透されてくるわけですね。で、そうした中で海外のメゾンブランドだったり、ラグジュアリーブランドだったり、時代の先駆けとなっているようなブランドたちが今どん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 リリースされているアウターが、そう、ミリタリーベースのアイテムだったり、ワークからデザインソースを反映されたアウターがものすごく多いわけですよ。で、それをもっとわかりやすく言うと、例えばポケットがシンプルではなくかなり大きかったりとか、さらにはステッチもあえて見せるようなデザインだったりとか、さらにはミリタリーとかをね、代表するようなアイテムでいうとトレンチコートだったりしますが、そのトレンチコートのデザインをさまざまなブルゾンだったり、コートはコートでもいろんなね、ものに反映させたりとかっていうように、いろんなね、広がり方を見せてるわけですよ。で、それと同時に今までのトレンドの国内の流れをですね、簡単に追っていきたいんですが、5年前とかはストリートトレンドが結構来てたんですよ。バレンシアガのね、こうダットスニーカーだったりとか、派手なファッションを落とし込む方が多かったんですね。で、その反動で次はですね、綺麗めなね、アイテムがかなり流行って、テイラードジャケットだったりとか、セットアップだったりとか、さらには結構綺麗めなスラックスだったりとかが、あまりにもストリートトレンドがあったんで、ハンドルそっちが流行ったんですね。で、逆にこの綺麗めなトレンド軸から、今はですね、カジュアルトレンドで、カジュアルはカジュアルといっても、例えばワークからのデザイン、ミリタリーのデザインのこういったカーゴパンツやデニムパンツやデニムジャケットや、コートよりかも多少はですね、ショート丈のブルゾンとかが、2022年 AW の段階でも流行っていたんですが、よりですね、2022年の春では、ミリタリーテイストなワークテイストのアイテムがかなり人気になっていくので、ぜひですね、そちらを抑えながら買い物を進めてみてください。あとはですね、去年の段階からもうすでにそういったミリタリーやワークからのデザインソースが反映されているアウターをもうすでに持ってるよとか、購入したよって方も多くいらっしゃるかと思います。で、そこから派生してですね、カジュアルはカジュアルでもまたちょっと違った路線で、ややスポーティーなアウターも、そしてパンツもかなり人気になってですね。で、それがよくトラックジャケットとかトラックパンツなどに言われてますが、皆さんが想像するトラックジャケットというか、皆さんが想像するトラックパンツって3本線が引かれてあるとか、2本線引かれてあるとか、そういったものをイメージされる方多いと思うんですが、ファッションシーンではそういったものを指してるわけではなくて、素材感的にはこうナイロン素材のものとか、シャカシャカしてるものとかがかなり人気になってきて、去年の段階でもうすでに感度がものすごく高い方とかは、そういったね、ややスポーティーなアウターやパ
ンツも挑戦されていたので、それをですね今年の2023年の春から挑戦されるのもかなりいいんじゃないかなというふうに思います。でおすすめなカラーは圧倒的にブラックでございます。というのも結構ねデザイン性も、例えばポケットがついているとかガンフラップのようなデザインが反映されているとかシルエットがややオーバーサイズだとかいう場合ですと、デザイン性がねカジュアルに振っているので、そういったところでは色はきれいめにして中和が図られた色の方がかなりおすすめでございます。でその他には例えばグレーとかミリタリー感が感じられるオリーブとか、さらには思い切ってね明るい色を挑戦するのも全然ありなんじゃないかなというふうに思います。よかったら参考にしてみてください。あとそういったアイテムってめちゃくちゃデニムパンツの相性がいいんですね。去年皆さんデニムをね普段履かなかったかもしれないけど、なんだかかっこよく見え始めてデニム買われた方多くいらっしゃると思います。でそんなカジュアルなデニムとミリタリーテイストやワークデザインが反映されたアウターってもうめちゃくちゃに相性がいいわけですよ。でそこをですね色のバランスで落ち着かせてあげるとか、アースカナ同士で組み合わせてあげるとか、そういったところを意識するだけでめちゃくちゃねかっこいいスタイリングができるので、そういった意味でも去年購入したものとの相性がいいっていうところでも今季間違いないアウターでございます。よかったら参考にしてみてください。僕がですねモスに撮影した2023年のミニタリーのデザインが反映されたブルゾンのコーディネートがこちら。そしてワークのデザインが反映されたアウターがこちら。そしてややスポーティーなトラックジャケットのコーディネートがこちら。少しでも参考になったら幸いでございます。そして2023年春に絶対に買うべきアイテム2つ目が1枚でも決まるロンティでございます。はい、これはですね2023年とか関係なしに春に絶対に持っていただきたいアイテムなんですね。というのも冬にヒートテック買ったよって方いらっしゃいます。僕もね今年買い足したんですけども、皆さんと一緒でなんですけど、そういったヒートテックって究極ねアウターシャツの下に着ても首元がよれてない限りはインナーとしては着ることはできると思うんですけども、ただ1枚として着た時にかっこよく見えるかっていうとそうではないですよね。でそんな中でこの先今ね1月とか2月にご覧いただいている方はまだ寒いと思うんですけども、3月4月5月6月とどんどん暖かくなってくるわけですね。でさらに3月頃とか室内でアウターを脱ぐシーンいっぱいあると思います。でそんな時に室内で脱いだ時にもかっこいい、いわばシルエットのロンティ1枚持っていただきたいんですね。何も柄がいっぱい反映されているものとかだと、どうしてもアウターやシャツの下に着るにはなかなかね組み合わせは難しくというか、むしろねかっこよくは見せづらいので、そういったところでこう着回しがしづらくなってしまい、結果的にお金って別に無限じゃないので、有限なのでかなり損してしまうので、無地のシルエットでかなりかっこいいロンティーなどをですねぜひ選んでいただき、例えばヒートテックとかでありがちなのはやっぱりこう首袖のね袖も、そして腕に関しても結構ね細身のロンティーとかね多いと思うんですけども、そうではなくてややゆとりのあるロンティーで、なんならこう袖ら辺もリブがないフラットなこう広がりのあるようなロンティーとかを購入された方がインナーとしても使えるし1枚としてもかっこいいっていうところが成立するので、インナーにも使えて1枚でも決まるロンティーぜひ購入されてみてください。でおすすめのカラーはモノトーンでございます。何を言ってるかというと、有彩色、例えばブラウンとかブルーとかグリーンもおしゃれなカラーだし、感度の高い方はそれもね同時に買っていくんですが、ただですねやっぱり着回しのことを考えたり、パンツの色とかアウターとの色、シャツの色とか考えた時にモノトーンの方がやっぱりこうインナーとしては超向いてるんですね。でさらに1枚としても非常に清潔感のあふれるカラーなんで、深みのあるグレーとか、さらにはホワイトとかブラックなどを意識しながらぜひ購入されてみてください。僕のですねロンティ1枚の春のコーディネートがこちら。そしてこちら。でそんなロンティーをインナーとして使ったコーディネートがこちら。そしてこちらでございます。よかったら参考にしてみてください。2023年春に絶対に買うべきアイテム初級編3つ目がハーフジップスウェット、そしてクルーネックのスウェットでございます。はい、これも絶対に押さえていただきたいアイテムで、今2つ申し上げたんですが、もうすでにクルーネックのスウェットを持ってるよって方はぜひ今年はですねハーフジップのスウェットを挑戦してみていただきたいんですね。というのもクルーネックのスウェットもアクセサリーとかと組み合わせたり、さらにバッグと組み合わせたら全然コーディネートとしても完成するんですけども、ハーフジップスウェットって1枚だけでコーディネートが完成するんですね。例えばシャツとかってインナーに何を組み合わせるかとか、シャツの上に何を着るかとか、それが考えるの楽しいアイテムではあるんですけども、結構ね組み合わせ難しいなって考える方もいらっしゃるかと思います。実際去年の明るいデニム、ライトブルーのねデニム購入された方多くいらっしゃると思います。それってね結構踏み込んだこと言うと、それを履くだけでなんだか今年のコーディネートっぽく見えて、履くだけでおしゃれに見えたのがややワイドなライトブルーのデニムだったじゃないですか去年。今年もそれを中心にコーディネート組んでいく方
全然いらっしゃると思うんですけども、そうした中でそれのスウェット版がそうハーフジップのスウェットなんですね。去年とかねハーフジップのニットとかでいろんなブランド見かけたと思うんですけども、それをスウェットでぜひですね着ていただくだけで簡単にですね購入とか完成するし、なおかつですね去年とかもインポート海外のブランドもそうですし、国内のドメスティックブランドいわばデザイン性が高く素材もこだわられて、かつクリエーションも圧倒的に高い感度の高いブランドでも、その代わりに値段が高いブランドもねハーフジップのニットだったりとかハーフジップのトップスをねリリースしていたんですね。でその流れでぜひですね2023年春にですねハーフジップのニットだとどうしても暖かくなってくる中で、ニットよりかはそれはもう2023年という話ではなく純粋に秋か春かでの判断基準になるんですけども、この先の春はぜひですねハーフジップのデザインが反映されたスウェットを2023年のトレンドファッションをより楽しみたい方絶対的に押さえてみてください。ちょっとした余談で、このハーフジップトレンドが流行り始めた理由って、まあ複合的にいろいろあるんですけども、結構この先着用してもメンズからもそして女性からも双方からねたくさんの方からおしゃれに思われやすいアイテムなんですね。それ何を言っていいかというと、レディースの方ですねビッグカラーだったりとかセーラーカラーだったりブラウスだったり、さらにはまあコートだったりアウターだったりとかもそうなんですけども、襟がでかいものが可愛いよねおしゃれだよねっていう価値観が結構あったんですよ。でそれがですね結構メンズのコートなどにも反映されていて、で今ではねウィムから出たコートももちろんそのレディースから流れてきているわけではなく、むしろもう海外ブランドとかも襟をもうデカめに作るっていうところがかっこいいぜ おしゃれだぜっていうところももちろん反映されているからこそ、僕らのブランドでもそれを手掛けてもう一瞬でね速乾して予約に切り替わったわけですけども、今襟はでかくてかっこいいよねっていう価値観が流れてきてるわけですよ。なので今まで挑戦されてきてなかった方も最初はねもしかしたら勇気がいるアイテムかもしれないんですけども、意外にもね購入とは簡単ですし、たくさんの方からおしゃれに思われやすいアイテムですので、よかったら挑戦してみてください。個人的におすすめなのはハーフジップって言ったら首が立たせられるものと、立たせてもね結構この顎周りまで来るものがあると思うんですけども、 4,5 年前とかに流行っていたものって、僕が手掛けてるリドムからも出したんですけども、締めてもいいし上げてもいいしっていうハーフジップが結構流行ったんですけども、であとは GU とかでも結構ね着こなしの幅を提案したいがゆえに、立たせられるし寝かせられるしみたいなねアイテムがリリースされているんですけども、シャイな方とかはむしろ立たせられないぐらいに首元の襟がですね長い、そして大きいものをどんどん選んでいきます。なのでよりもっとおしゃれなハーフジップを選びたい方はちょっと大きめでもいいんじゃないかなと思います。僕ですねハーフジップのトップスを使った購入がこちら、よかったら参考にしてみてください。で同時にですね持っておきたいのがそうクルーネックのスウェットですね。僕今までだったらプルオーバーの、まあ、クルーネックのニットを春素材で選んだ方がいいよみたいないう話をねちょろっとしたと思うんですけども、ここまでカジュアルトレンドが来ているので、まあ、そういったところでは今年はですねニットではなくスウェットでこの春を楽しむのもかなりありなんじゃないかなと思います。あとはねこうパーカーとかでもこうフードがついているものとかでも全然いいと思いますので、よかったら春にスウェットを今年なりに揃えてみてください。でおすすめなのはやっぱり最初はモノトーンですね。モノトーンの中でもやっぱりグレーがおすすめです。でグレーもいろんなねグラデーションがあって、グレーはもう200色あんねん。僕が今下に着てるようなザ・グレーのようなやや明るめのグレーでもいいですし、さらにはかなりね暗めのチャコールってもいいんですけども、ダークグレーのねグレーを目指して購入されるのもかなり大人な落ち着いたね購入というか完成するので、まずはグレーを抑えていただいて、その後は有彩色の中でもブラウンとかブルーとかベージュとか、さらにはトレンドカラーのグリーンが引き続き2023年もさまざまな広がり方見せてるんですね。なのでグリーンのスウェットもブラック系のアウターの下に着ることも考えながら、グリーンのスウェットを買うのもかなりかっこいい色の選定なんじゃないかなというふうに思います。僕のクルーネックのスウェットを使ったコーディネートがこちら、はい、よかったら参考にしてみてください。2023年春に絶対に買うべきアイテム4点目がオーバーサイズのシャツでございます。もうねオーバーサイズであることっていうのはもうかなり当たり前になってきているかと思います。さらに2023年ってこと言ったんですけども、これはどのシーズンでも買ってください春に。で中にはシャツめんどくさくないと、パーカー着た方がいいじゃんとか、ロンティーの上にアウター着たらそれだけでおしゃれじゃんという方もいらっしゃると思うんですが、もちろんそれだけでもいいんですよ。なんですが中にシャツを挟んでみたりとか、さらにはカジュアルな皆さん購入されたデニムパンツとかカーゴパンツとか、さらにはこうややカジュアルなねトラックパンツの上にシャツなどを羽織ったスタイリングってめちゃくちゃに清潔感がプラスされて、カジュアルになりすぎないかなりかっこいい購入とか完成するんですね。あとはこう春ってねまだまだね冬の寒さが残っている時もあるし、逆にこう暖かくなってきてロンティーでもいけんだけど、ロンティー1枚だとなんか購入と決まんないんだよなって時にシャツだったらそこまでね暑くもないしっていう、もう使えるシーズンがバカ長いので、しかもその
このシャツって春だけではなくて、その先の秋までも使えるし、なんなら冬も使えるので、そういったところで考えると非常にコスパのいい買い物になりますので、ぜひですね、ややオーバーサイズのシャツをですね購入されてみてください。で、重要なのはレギュラーカラーシャツか、さらにはバンドカラーシャツであることですね。例えばオープンカラーシャツってもう数年前にもうものすごく流行ったんですよ。ものすごく僕も着たし、みんなも着たと思う。そして様々いろんなブランドがリリースして、なんならもうユニクロや GU でもリリースしてるのが当たり前だったんですね。からこそ、まあ今はどちらかというと時代とともにね、かっこいいという価値観、おしゃれという価値観、可愛いという価値観はアップデート、時代とともに大衆がアップデートされていくので、まあそういったところで言えばオープンカラーはややこう古臭い印象に今はですね、どうしてもなっているので、レギュラーカラーシャツだったり、さらにバンドカラーシャツもね、非常に新鮮にかっこよく見えると思いますので、よかったら挑戦されてみてください。僕のですね、レギュラーカラーシャツを使った購入がこちら。そして僕のですね、バンドカラーシャツを使った購入がこちら。よかったら参考にしてみてください。で、もし色で悩みましたら、圧倒的に、まあ、まずは白がおすすめでございます。結構ね、ジャストサイズ気味だと決まりすぎに見えてしまったり、まあ、スタイリングも、ね、やや難しくはなってくると思うんですけども、今ね流行っているパンツとかってかなりカジュアルなパンツがね人気ですので、そこと合わせてあげるだけで簡単に購入とか完成するんですよね。で、あとはブルーです。去年ね、ブルーのシャツもうすでに感度高い方購入されていると思うんですけども、ブルーのシャツのスタイリングの幅の広さに驚き始めるのが、そう、2023年の春なんですね。なので元々がかなりきれいめなアイテムに対して有彩色のカジュアルなブルーを足したとしても、めちゃくちゃねバランスが取れるわけですよ。なんでアウターとかでこの色ってさ、結構派手じゃないですか。なんですけど、すごくきれいめなシャツだからこそこの色が成立するので、よかったらですね、ブルーのシャツを選んでみてください。あとはブラックすぎないチャコールですね。というのも、こうブラックのシャツってものすごくキザっぽくなっちゃうんですよ。なんかなんとなく想像つくんですよ。漫画とかアニメのキャラクターもさ、闇に包まれた敵だったり、闇に包まれた学生ってさ、黒い何かジャケットに黒シャツが着てるんですよ。なのでそういったダーク系を表現するにはうってつけのアイテムなんですけども、ただ現実世界真っ黒のシャツとかって結構ね、好きな方は好きでいいと思うんですけども、そこに何か柄が反映されていいとかねだったらいいと思うんですけども、無地の黒シャツとかはかなりきれいめに寄りすぎちゃうので、もしですね暗めなシャツを購入したいなって場合は、チャコールの色味がかなりおすすめでございます。よかったら参考にしてみてください。半袖のシャツとかだったらめっちゃありなんですけどね。でもしブラックのシャツ購入される場合は、先も言ったんですけど、チェック柄とか素材に凹凸のある癖のあるカジュアルなブラックのシャツだとかをぜひですね選んでみると、かなりかっこいいブラックシャツ購入とか完成するので、よかったら参考にしてみてください。2023年春に絶対に買うべきアイテム5点目がデニムパンツでございます。デニムパンツと、去年僕買ったよって方もね結構いらっしゃると思うんですが、それはまだデニムの全てを知らないだけです。というのも、例えばスラックスもさ、細身のスラックスだったり、ワイドなスラックスだったり、テーパードのスラックスだったり、そのシルエットが変わるだけで全然違うし、皆さんもいろんなスラックスを持っていると思うんですね。といろんな素材感のっていうように、デニムもですね、ブルーなのか、それともブラックなのか、それとも細いのか、そして去年流行ったやや太いシルエットなのか、それかもっと太いのか、そしてどれぐらいダメージが当たってるのかで、全然デニムの表情って変わってくるんですよ。だからこそトレンド解説動画でもお伝えしましたが、海外のトップブランドでもこのようにですね、数年前よりも格段に多くデニムのルックをですね発表してるぐらいなんです。で、僕自身ですね、去年めちゃくちゃいろんなデニム買いました。なので去年とかね、ややワイドのデニムパンツ購入されたよって方は、今年はもっと太いデニムを挑戦してみるとか、他の色味のデニムを購入してみるとか、他の加工具合を楽しむとか、様々ないろんなねカジュアルなデニムパンツを購入されていくと、春のスウェットだったり、先ほど言ったミリタリー系のアウターだったり、さらにはシャツだったりと相性がめちゃくちゃいいので、去年と全く同じシルエット、去年と似たような色のデニムを購入した方がいいよっていうわけではなくて、去年とはまた違ったデニム、もしくは去年購入してなかったら、今年にですね太めのデニムをですねぜひですね購入されてみてください。僕がですね2023年春に向けてデニムを使ったコーディネートがこちら。そしてこちらでございます。よかったら参考してみてください。2023年春に絶対に買うべきアイテム6点目がワイドパンツでございます。というのもですね、例えば意識していきたいところで言うと、チノ素材のワイドパンツとか、さらには3本線じゃないスポーティーな素材感のトラックパンツとか、クオリティが高いポリエステル素材のワイドパンツだったり、さらにはカーゴパンツは、カーゴパンツでもやや太いカーゴパンツとか、パンツのシルエットを気持ち太めに意識しながら購入されてみてください。それがねめちゃくちゃかっこいいわけですよ。というのも、国内のトレンドを考えた時に5、6年前とか7年前とかは、細身のパンツが
がものすごくたくさんの方が履いていたんですね。なんならね、僕発信で広まったっていうのはまあ大げさなんですけども、ものすごく細身のパンツで V ラインシルエットを組むっていうスタイリングがかなり人気だったんですね。そこからですね、徐々にパンツのシルエットが先ほど話したことといろんなことが絡み合ってどんどん太くなってたんです。で、今年はもうなんならユニクロまでもが太いパンツをリリースしてきたんですね。老若男女問わず発信してるあのブランドが。ただユニクロのパンツってもっと太くいけるんですよ。ユニクロのあのパンツよりも僕らのね、購入としてよりかっこよく、それよりトレンド感が楽しめるのはどちらかというともっと太いパンツの方がかなりですね、かっこよく見せやすいので、よかったら参考にしてみてください。で、もう今ね、もうどのスタイリングとか見ても SNS でもいいですし、さらには雑誌もですね、みんながやっぱ太いパンツを着てバランスを取って購入と組んでいくかってところを考えて購入と組んでいるので、まあそういったところでは太いパンツって結構ね、勇気がいるアイテムだと思うんですよ、最初の段階は。なんですけど、皆さんが想像している以上にめちゃくちゃ簡単なアイテムで、購入とも簡単に決まりやすいので、ぜひですね、ワイドパンツを選んでみてください。僕のデニムパンツ以外のワイドパンツを使った購入がこちら、そしてこちら、よかったら参考にしてみてください。そして最後、2023年春に絶対に買うべきアイテム初級編がカジュアルな革靴でございます。というのもですね、今1点目から6点目、比較的茶素を除いてはかなりカジュアルなアイテムを皆さんにお伝えしてきました。だからこそですね、そこにですね、やっぱりこうコーディネートって中和が重要なんですね。カジュアルのアイテムももちろん重要だし、そこにですね、綺麗めなアイテムも重要で、どちらかに偏りすぎてもダメなんですよ。綺麗めもカジュアルも中和された状態が一番たくさんの方からおしゃれな回りやすい法則なんですね。で、そうした中でですね、足元を革靴で締めてあげるだけで、比較的カジュアルなアイテム組み合わせたとしても簡単に購入とか決まりやすいんですね。で、そうした中でややね、ソールがシャークソールだったりボリューム感のあるソールの方がかなり身長も漏れることもね、嬉しいところであるんですけども、全体の購入とか振り切りすぎないバランスのいい購入とか出来上がるので、よかったらですね、カジュアルな革靴をぜひ意識して購入されてみてください。で、おすすめなのは、大変ありがたいことに今ゾゾタウンで一番売れているビームから発売されている7700円で買えるこちらの革靴がですね、めちゃくちゃ購入組みやすいんですね。夏、秋、冬とここまで3シーズンめちゃくちゃ使えて、なおかつそう、春にもこの先めちゃくちゃ使える革靴となってますので、まだねゲットされてない方はですね、下の概要欄にリンク貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。で、カジュアルな革靴で、まあそれ以外に何があるかというと、例えばドクターマーチンとかが、まあ、かなり、ね、人気だったんですけども、しまあ別に悪くはないアイテムなんですが、ただですね、僕自身も7年前とか6年前とか5年前とかにすごくね、コーディネートの組みやすさ、そしてアイテムの一つあたりのね、こうクオリティの高さから、もうめちゃくちゃ皆さんにお勧めしたんで、めちゃくちゃに当時から見てくださってる方はすごいね、お勧めした背景をね、ご存知の方も多くいらっしゃると思うんですが、ただこうネットの伝達の速さ、そして向上、そして皆さんがね、こう情報をこう手軽に取得できる時代になったからこそ、街中がもうドクターマーチンでめちゃくちゃに溢れたわけですよ。まあそれを決してね、悪い現象がそうではないんですけども、ただやっぱりね、こうおしゃれに見せるためには程よく差別化を図れていることが重要なので、そうした中でドクターマーチンというのちょっとね、こう丸みを帯びた、まあ、ぽってりとした革靴も可愛らしいし、クロスキニーとかのね、相性もすごく良かったんですけども、今はどちらかというとカジュアルな革靴でもややスタイリッシュさもあるこのような革靴がめちゃくちゃにおすすめですので、これはもうウィムとか関係なくおすすめですので、よかったらですね、革靴探してるよって方はシャークソールのスタイリッシュさもあるカジュアルな革靴をぜひ選んでみてください。はい、ということでまとめ、1点目、ミニタリーワークのデザインが反映されたブルゾン、かっこややスポーティーなトラックジャケットも人気になるよ。そして2つ目、インナーとしても1枚でも決まるロンティ。3つ目、ハーフジップスウェットがゲチパない。そしてクルーネックのスウェットもおすすめ。今年はニットじゃなくスウェットの方が春にはいいかも。そして4点目、レギュラーカラーシャツやさらにはバンドカラーシャツ。そして5点目、去年とはまた違ったデニムパンツを挑戦してみるのもいいかも。そして6点目、新たなワイドパンツを購入してみよう。そして7点目、カジュアルな革靴をご紹介させていただきました。で、おしゃれな方は早めにそのシーズン来る前から購入を進めているので、今もまだこの動画をね、アップしたての頃は7月だったり、あとは2月にこの動画を視聴している方もいらっしゃるかと思います。まだ寒いじゃないですか、外は。なんですが、今のうちからですね、春に向けて人気なね、アウターとか人気なパンツとか人気なトップスはね、完売が早いので、早めの段階から購入して押さえておくことが重要になってくるので、よかったらですね、今の時期から注目してみてください。で、下の概要欄にはおすすめのアイテムも掲載してありますので、ぜひですね、賢く、そしてコスパよくご利用してみてください。ということで、今回の動画少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、源氏の動画でした。ありがとうございました。